はい、どうも、石原文明です。ブン。はい、ということで今日は、いつもね、朝飲んでます。白湯をただ飲むっていう動画。面白くねーって。で、まあね、紹介をすると、この見て、この可愛いコップを。これあれです、ほら。知ってる人いるかな、この熊の学校っていうね、キャラの、なんだっけ、ジャッキーかな、ジャッキーちゃんです。それだけってことで飲みます。なんか白湯ってあれダメな人いますよね、結構。ダメな人っていうか、俺の周りはそう思うかな。なんかまずいっつって。まずかったらダメなんですよ、確か。喋 ることね。結構なんか、老廃物を排出するみたいな効果があって、で、逆にこういろんなものを流しすぎるから、飲みすぎると栄養素まで排出しちゃうみたいな、なんか本当に薬みたいなもんですよね、飲みすぎたらいけないっていう。なんだ本当に。まあそんな感じで飲んでみるのもいいんじゃないかな。効果は多分あります。なんか冷え性にもいいって言うんですけど。またね、霜焼きになっちゃった足が。治 んね、本当に。めっちゃ痛いんですよ、こう。もう歩くのが痛い。なんでこんなできんだろう。むかつくわ、マジで。ってことで、石原目焼きした。どういう持ってき方かわかんないけど。また明日見てください。バイバイ。